台風5号の最新情報をお伝えします。まずは進路図からです。台風5号ですが、3時現在は見ますとこちらの位置、九州の西の海上にあります。最大風速は18メートル、中心付近の気圧は998ヘクトパスカルという形になっています。現在北西方向に1時間に15キロの速さで進んでいますが、この後速度をさらに落としてゆっくり北上していくという形になります。台風は日本列島、九州からも徐々に離れてきていますが影響は続きます。こちら雲画像で見ますと、この雲の塊が台風5号になります。そして南に目を向けると別の熱帯低気圧の雲があります。そしてちょうど南西諸島から九州付近は湿った空気の通り道になっています。そのため南西諸島、また九州の太平洋側や一部四国の太平洋側でも雨が降りやすい状況が続きそうです。ではその雨の予想を確認していきます。こちらです。正午現在見ていただきますと、九州の太平洋側や四国の太平洋側でも雨、そして南西諸島も別の熱帯低気圧や湿った空気の影響で雨が降りやすく時折強まりそうです。そして進めていっても同じような時間を進めていっても同じような場所で雨が降り続くということになりそうです。九州、宮崎県などは断続的に雨が止む時間などもありますが、一旦止んだとしてもまた強く時には激しく降るようなこともありそうです。そして波も高くなりそうですね。こちら海の波の状況ですが、台風が去ったとしても熱帯低気圧が北上することによって一部南西諸島などは4メートル以上のしけの状態になるところもありますし、太平洋側は引き続き西日本の太平洋側は引き続き波が高めとなりそうです。今日中にも台風5号は熱帯低気圧に変わる予想なんですが、熱帯低気圧に変わったとしても引き続き西日本の太平洋側雨が降りやすいですし、週が明けるとこの湿った空気が北日本にも影響を与えそうです。今後も台風の情報や大雨の情報など常に確認するようにしてください。詳しい予報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。